Okazaki Renton Heartful World。 ギターバーチュオーズへようこそ。このコーナーは僕岡崎凛天が電波を通じて行うギターワンポイントレッスンです。さあ今日のお題はこれ、ハーモニクスのアルペジオ。はい、アルペジオっていうね、言葉はもう皆さん何度も何度も耳にされたと思います。でアルペジオっていう弾き方もご存知かと思います。ああ簡単だよ、僕も弾けるよ、うん、皆さんそうかと思いますが、これを全てハーモニクスでやるとなると非常に苦労が多いと言いますか、これは高度なテクニックに入るんですかね。今日のアールズプロムナードで取り上げましたチェット・アトキンス、彼にちなんでですね、このハーモニクスのアルペジオを今日はバーチュオーゾで取り上げてみたいと思いますが、まあ、チェット・アトキンス自身よくハーモニクス使いますね、ワンポイントで瞬間的にハーモニクスを使うっていう技はね、あの一般的にもすごくたくさん聞かれますけど、それを連続させていくっていうのはかなり厳しいものがありますけどね、それもまたあの美しい音でこう出していくと、これはそれはそれでもまた全くの別世界を作ることができますが、例えば、まず簡単なコードで言ってみましょうね、カポはありません、ローコードの C を押さえています。普通に弾きます、こうね、5弦から1弦に向かって1本ずつ弾いてみますね。さあこれを全てハーモニクスで弾いてみましょうとなると、まず音的にはこういう感じになりますね。先ほどと全然雰囲気が、音程は、まあ、1オクターブ違うとはいえ音程は同じところを取ってるんですが雰囲気が全く変わりますね、なんか学校の終業の合図のような感じもしなくもないですけどね。で今度は Am でこう実音で弾くと、ドハーモニクスで弾くと、ね、同じ押さえ方は全く変わってないんですが、このハーモニクスを使うことによってガラッと世界を変えることができます。まあこの巡回コードでいってみましょう。 F いきますね。G、ハーモニクス、ね、こうやって、ね、実音をまあ一小節やって、そしてハーモニクスで一小節やって、これを繰り返していくっていうのもまた一つ新たなね風景ができるわけなんですけど、これらを全て今のそうですね C から Am、そして F から Gっていう巡回コードを全てハーモニクスでやってみましょうね。するとこういう雰囲気になります。で Am に行きますね、 F、 G。 ここで難しいのはですね、全てのポジションの12フレット上を弾いていかなければいけないということなんですけど、以前一度ハーモニクスどこかのポジションを押さえたままで出すハーモニクス解説したことがありますが、もう一回おさらいしてみますと、その押さえた場所、例えばコード G の場合は6弦目、3フレットを押さえてます。ということは3フレットから12フレット上、つまり実際上の数え方では15フレットの真上に人差し指を乗っけます。まあ、軽く触れる程度ですね。そしてその人差し指の、右手人差し指の下をくぐらせるように右手親指で引くと、で引いた直後に全てを離すことですね。それの繰り返し。そうすると、G の例えば4弦3弦2弦は開放ですから12フレットですね、12フレットを引けばいいと。そして1弦目は3フレットを押さえてますからまた15フレット上を弾くと、まあ、今は5弦目は省略してますけど6弦4弦3弦
2弦1弦これと同じ要領で、コード C の場合は5弦目が3フレットを押さえてますから15フレットを、ハーモニクスで音を出すと、そして4弦目は14そして、3弦目は12 2弦目は13そして1弦目はまた12とそれらを連続してつまり12フレット上でもやはりコードのイメージを作っておかなきゃいけないっていうことがありますね。これは全てのコード、あるいは全てのキーに対しても同じことが言えます、あらゆるコード、まあ、よほどのハイポジションのコードでは無理ですけどある程度のローコードであれば、それは十分、やっていけますね。最初はゆっくりとしたテンポで、1個2個3個4個5個とかね、これを少しずつテンポを早めていくといいんじゃないですかね、常にこの12フレットより上の位置で、コードフォームを描きながらハーモニクスしてみてください。さてそのチェッド・アトキンスですけどハーモニクスこれをたくさん使いますけどハーモニクスだけではなくて実音と混ぜたハーモニクスを使います。これは、先ほどもちょっと紹介しましたがカナダのギタリストレニー・ブローもう亡くなりましたが、まあ、ジャズギタリストですね、まあ、彼のこう奏法の影響を受けてチェットが非常に多く取り入れたものなんですけどちょっとやってみますね、9フレットでこういうナインスコードですね。これは、F9th、6弦8フレット5弦8フレットそして4弦7フレットあと1、2、3弦8フレットこれらを全部押さえて4弦を実音そして6弦のハーモニクス3弦の実音そして5弦のハーモニクス2弦の実音4弦のハーモニクス1弦の実音そして3、2、1ハーモニクスとこれをで半音ずらすとこういう奏法はよくチェットが使いますね。またいずれこのハーモニクスのアルペジオもう一つ掘り下げて、触れることもあろうかと思います。今日のワンポイントアドバイスはいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからギターレッスンにおけるお悩みご相談お待ちしております。 E メールでの応募の方は木更津 FM のサイトよりお送りください。ファックスでの応募は 0438-202499 までよろしくお願いします。番組に対するご意見感想あるいはギターに関する質問など何でも受け付けますのでたくさんのお便り待ってます。以上ギターバーチュオーゾのコーナーでした。